はい、どうもベアンです。今回の動画はですね、金森トレインフェスティバルのイベント終了前のアフタートークというような、まあちょっとおかしいかもしれないですけど、そんな感じのトークをしていきたいなと思います。で、イベント2日目なんですけども、初日の来場者を大幅に超えるぐらいのお客様がたくさん来られたと思います。で、この動画を撮っている時間がですね、イベントの終了時間をちょっと超えたぐらいの時に撮影してるんですけども、その時間でもお客さんが途絶えることなくたくさん来られてます。本当ね、たくさんのお客さんの喜ぶ姿というか楽しんでる姿を見れてですね、本当一日を通して楽しい時間を過ごさせていただいたなとは思います。で、本当ね、いろいろ見てるとイベントの関係者なんですけど楽しいんですよね。このレゴトレインをずっと見たりとかね、車両とかが変わったりするん で、あとあそこの、ね、ここに映ってるのがリコーさんの紙アプリというのなんですけども、紙にですね、電車を好きな電車を書いて、それを取り込んでああいう風にプロジェクターに映し出すというような感じのやつなんですけども、ああいうのもね、書いたやつ、自分の書いたやつがああやってプロジェクターに映し出されるっていうのがすごく楽しくて、まあ、ベアも何個か書かせてもらったんですけど、本当楽しかったです。であとは一番そのアトラクション的な感じの運転シミュレーター、あれも本当ずーっとね、ずーっとイベント開始から終了まで人が絶えることなくずっと並ばれてるような感じ、大人気のコーナーだったと思います。で、N ゲージも本当ね、成功に作られていて見てて楽しいですね、やっぱね。あとこのペーパークラフトもお子さんに大人気で、道南鉄道、道南イサルビ鉄道さんのね、ペーパークラフトなんですけど、キハ40のペーパークラフトを、まあ、ああいう風に作ってプラレールのにかぶせて走らせれるっていうね、本当いいですよね。道南イサルビ鉄道さんの車両キハ40もすごくかっこいいんですよね。で、今日ちょっとイベントを抜けてですね、函館駅の方にちょっと見に行ってきた車両がこちらなんですけども、はい、キハ40の急行色というね、旧国鉄の感じの色合いのものを見に行ったんですけども、やっぱかっこよかったですね。はい、で、それを見に行った時にちょうどペイアンがですね、札幌から、札幌じゃないね、小樽からこちらの函館に来るのに乗ってきたニセコ号、臨時特急ニセコ号が入線する感じだったので、その時もちょっと撮った動画がこちらです。はい、ニセコ号、本当ね、いい車両でしたね。スーパーファクトと同じ機動車なんですけど、なんかスーパーファクトより静かな感じがしてね、車内の音、ディーゼルの音がね、本当とても快適な列車だったと思います。キハチさん、キハイキハチさんというかな、まあ、こんな感じで道南イサルビ鉄道さんも本当楽しかったですし、ね、みんなお子さんが楽しんでられるのを 見られるっていうのがすごく米安的にはめっちゃ幸せだったと思います。で、あとイベントあと1日なんですけども、この動画がアップするのがイベント最終日の時間なので、この動画を見て遊びに来るというのはちょっと難しいかもしれませんけども、本当今回もね、まあ、去年から始まったイベントらしいんですけど、今回より、前回より、まあ、今回の方が来場者が多いというふうに聞いておりますので、このままもっともっと遊びに来る人が多ければ来年も再来年も続いていくんじゃないかなというようなイベントだと思います。はい、でもしね、来年もあるようでしたら9月のこの時期、この中旬ぐらいに開催されるイベントのようですので、来年もしお近くの方がおられたらぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。はい、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。